東京外国為替市場、円相場はおよそ20年ぶりの円安水準を更新しました円相場は1ドル127円台半ばまで値下がりしています日本とアメリカの金利の差を背景に、ドルを買って円を売る動きが強まっています急速な変動、これはまあ望ましくない こういうふういいふに思ってございます米国等の通貨当局と緊密な意思疎通を図りながら、適切に対応しなければならないと、こういうふうに思っています鈴木財務大臣は、円安の進行に対し、このように述べました。